はい、J コムからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を月曜から金曜の毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは中学校教諭宮崎徹さんです。宮崎徹です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。宮崎さんは1967年生まれ、歌市内生まれの札幌育ち、手稲高校、教育大学、札幌教育大学出身です。特備校出身です。今はもみじ台中学校の美術の先生されてるんですね、はい、美術の先生なんですって。そして今日はですね、今週はずっと紙芝居特集ということでお送りしておりますが、紙芝居イズムで、出会いました。今日は3日目ということで、今日も紙芝居の話からいきたいと思います。じゃあ早速スケッチブックいきますね。はい、はい、今日ご用意いたしました3つのキーワードはこちらになります。じゃーん、じゃん。紙芝居界の生ハゲと言われて、北海道ならエゾシカだよね。金食い虫じゃない錬金術だ。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめにですね、紙芝居イズムをちょっと振り返ってみたいんですけど、はい、会場にですね、異色を放つなんだこれはっていう紙芝居がありまして普通どうでしょう、ご覧の方でね、紙芝居って言ったら子供向けの絵本の世界、かわいいね、ほんわかした、癒し系のとか、ちょっとあと分かりやすいなんか桃太郎とかね、そういうのをイメージされると思うんですけれども、会場で見たのは本当にですね、まあそうね、分かりやすく言うとおどろおどろしいって言い過ぎかなちょっと大人っぽい感じの絵でね、面白かったんです。あれ羅生門でしたよね。そうです、羅生門です。ねえ、なんで羅生門なんて描かれたんでしょうか。結構大人っぽい絵で、まあそうです ね、もう最初から子供のことを考えないでっていうか、いや違いますね、子供にもやっぱりちょっと怖いものを見せなければなっていうのは、やっぱりこう美しいものだけじゃないので。なるほど、あれ油絵ですかね。油です。油で描かれて、で紙芝居イズムというか、今回の紙芝居を描かれたのが何作品目でしたっけ。まだ2作目なんですね。2作目がそんなわけで羅生門、この間私が紙芝居イズムで見たもんですね。1作目は何だったんですか。1作目が耳なし法一耳なし法一だったんです。これがまたおっかないのならおっかないのなりにと言いますか、そういう見方に変わりますよね、どうですか。それが楽しいんですよ。で、耳なし法一の時はプロ の三橋寅さんって方にやっていただいたんですけども、羅生門は自分でやらせていただきまして、で、おばあさんとそれからこう若い下人が出てくるわけなんですけども、声色を変えたりとか、まあ明るい楽しい話じゃないんで、こう怖い声で、この髪を抜いてなって感じでこうおばあさん役やったりするんですけども、結構そういうのって楽しいんですよね。工夫としてはですね、その話がやっぱり暗いんで、ちょっとこう笑いも欲しいなと思って、例えば、こう死んでるこう女の髪を抜くわけなんですけども、その女が生きてる時に蛇をこう干した魚だと偽って売っているわけなんですけど、三寸ほど、さあ何センチですねってこう、まあ実際に3、4、12センチぐらいって言葉で言うのは簡単なんですけど、実際にこう紙印刷してこのぐらいだよっていうのをこうフリップ的に出して、これ結構受けましたね三寸を実際これぐらいって見せる、なるほど。でこう当時いたであろうヘビの写真もこう一緒に載っけて、で紹介の仕方も、まあ 食品偽装のまあ先駆けかっていう感じで、下人の紹介のところもですね、一言で下人って言ってもピンとこないじゃないですか。調べてみたら、その何でしょう、身分のある人がその商品的にこう売買とか、こうほとんど奴隷に近いような扱いを受けてたらしいんですよね。でこれって今でもいますよねってね、その契約社員だったりだとか、そういう人もある意味下人なのかなっていうような話もして、そこもちょっとこうブラックにこうやっていただきました。なるほど、なるほど。まあ紙芝居というのもメディアですから、そこを自説をね、切るみたいな、ところもありつつのということなんですけど、これもあれですってね、そのまあ紙芝居で一作目を、耳なし法一にしたり、あと今回、羅生門にしたりしたのもちょっとアドバイスがあったので、そうなんです。もう肝心のことは大抵自分で決めてません。
これね結構ポイントなんですよ、宮崎さんの場合。じゃあきっかけの話です、その2年くらい前になるんですけども、あの紙芝居をやってるその三橋寅さんっていう方がいて、耳なし芳一をやりたいと、でもまあやっぱり先ほどのキーワードでおどろおどろしいキーワードなんですけども、そういう絵を描ける人はいないかっていうことで、あの前回多分出てたと思います、山田さんの方にこう聞いてみたところ、山田さんの方から僕の方をこう紹介っていう感じになりまして、で書くことになったんですけども、そこからそこからあれですよ、今回羅生門にって言ったのもその山田さんなんですって。だからその耳なし芳一を選んだのも、まあ僕が選んだわけじゃないですし、でその時の結構こう反応が良くって、いや次は羅生門なんかどう、よしやろうってこんな感じなんですよね。もう深く考えずに、いや深くっていうかもともとどっちも好きな話だったんで、まあ、それがあるからこそ乗ったっていうのはあるんですけれども、そうなんですって。なのであの振られて書いたのに今紙芝居界の生ハゲと札幌では言われておりますけれどもこういう紙芝居もありかという、大変新鮮に私も楽しませていただきました。さあ、そんな宮崎さんですけれども、実はですね、あの聞くところによりますとエゾシカのことも一生懸命されているということで、では2つ目のキーワードで伺っていきたいと思います、2つ目こちらになります。じゃーん、北海道ならエゾシカだよね、ということで、ちょっとそのエゾシカどういうことをされているのかちょっと教えていただいていいですか。そうですね、まずシンプルに、ここにちょうど持ってきてるんですけれども、これはキーホルダーなのかな。そうですね、はい、こちらです。でこう中にちょっとねこう血が通ってた部分、髄がありまして、ちょっと不気味でどうしようかなってところなんですが、これね、こういう感じで、ここ髄なんですね、ここのところが、血が通ってたところ、そうなんです。あれですか、エゾシカを切って磨いて穴開けてみたいな。そうですね、こういうのをね、あの作ってらっしゃる。でこのことで、あのすごくこの鹿の角での工作とかエゾシカ講座とか言って、この頃はですね、あちこちで講座で呼ばれるようになりましたね。はい、これぐらいの好評でということなんです。面白いんですってね。面白いです、大人が夢中になりますね。鹿の角ってどうしてるんですか、これは。角はですね、あの襟毛の方で、あのゴールデンウィークの時に、あの牧草地に落ちてる角を拾うボランティアっていうのがありまして、まあ、ボランティアをかこつにかこつけて夜こう楽しく酒を飲むっていう感じにはあるんですけれども主催しているツインの方ですとか、それからエコネットワークの方が、その加工しているっていうことに興味を持ってくださって、ぜひそのこうワークショップをやるんで講師役やってくれないかという話で、もう一問にもなく飛びつきまして、で、もう始めて、もうこれもかれこれ3年ぐらいになりますかね。そうなんですね。あの北九州の先生とですね、あの講習会、研修会ですね、研修会の時にこう知り合う機会がありまして、でその先生が水牛の角を使った加工っていうのを中学生にこう課題として提供してたんですよね。ですごく生徒がこうノリノリだっていう話を聞いたんで、食いつきがいいと、面白そうだなと思って、自分もやってみたいなと思って、北海道でしょ、エゾシカだよね、ということで、北海道だったらエゾシカでしょ、これですって言われたと。このキーワード、僕はまあそう考えたんですけど、そうかそうか、すぐ簡単に見つけられるもんですか。もうその気があれば見つかりますね。その気があれば春先だったらいっぱいこう鹿さんが落としたのがボロボロこう、どこに取るに行くんですか。牧草を育てて刈り取って、レーナーの牧草をロールにしてっていう、その牧草地にこう角が落ちているんですよ。でそのなんで拾うことがボランティアになるかっていうと、あれをこうトラクターが踏んづけるとタイヤがバーストするんだそうですね。もうパンクじゃなくてバーストなんで、もう修理ができないんだそうです。2日間でもう多い時は100本以上拾うようになって、30人ぐらいのこう参加者と、本数だけを聞くとなんかあちこちにたくさん落ちてるような、ゴロゴロありそうな、なんかそういう感じしますよね。ところが歩いても歩いても全然ないんですよ。であったと思ったら、笹の葉っぱの先っちょがこうとんがってるじゃないですか、あのとんがってる形とか色がすごく似てるんで、あっと思ってこう歩いていったら、こう笹の葉が揺れてたりだとか、がっくりってやって、こうこっちはもう一本でも多く拾わなきゃってこうギラギラしてこう探すんですけど、大抵子供が先に見つけるんですよね。無欲の勝利で、川とかあったらいいんじゃないですか。そうなんです、川なんですよ、でゆくゆくはその川もなんとか舐めしていきたいなと思ってまして、それであの
いろいろ調べてったりとかもして、うんうん、実はその道具とか薬剤も少しずつこう揃えてるところなんですよね。へえ。さすが美術の先生だねというふうに思いましたけれども、あの生徒たちとのねやり取りも伺っていきたいと思います。では3つ目のキーワードです。3つ目こちらです。じゃーん、じゃん、金食い虫じゃない錬金術だ、はい、ということなんですけれども、あの生徒さんもね羨ましいなと思って、中学生ぐらいの時にそうやって美術の先生から教えていただいて、そのエゾシカの角に触れるとか、そういうのお話を聞く、実際その触れたり、なかなかないことですよ ね。生徒はですね、うん、あの他の課題だとあんまりやる気示さないような子が、うん、こう角をトンと渡すと、あ切れねえと言いながら一生懸命切ってたりとか、あよかったなって思いますね、本当。多分そうそうね、その生の本物の角を手にして、はい、しかもそれを切る経験っていうのは、うん、普通に生きてたら多分ないだろうなって、本当そうですね、あの中学校ぐらいだとやっぱり普通はというか、あの受験勉強でね、うん、あの高校進学大学進学ってことで、あのお勉強中心になるので、美術っていうのがちょっとなんていうかな、そういう美術を勉強する子は違うかもしれないけど、うん、他の普通の一般の進学の子だったら、なんかこうちょっと補足的な授業っていうか、ね、どうですかその反応は。まあ正直息抜き的なところはあるのかなと思うんですけどね。ただこっちとしてはその美術は本当人間の本能だと思ってますし、そういうまあ好きだからこそやっぱりこの世界に入ってきてるわけなんで、まあ一人でも多くそういう、こう楽しさに気づいてほしいなっていうのがまず一つあるのと、美術でなんて食えないんだからみたいな。そうそうそう、そこなんですよね。中学生ぐらいになるとちょっとそういう感覚の子いるかもしれないですね。でもこの話って実はいろんな場面にあのは何つうか当てはまる話で、例えば、はい、サッカー部に入ってる生徒がいたとしますよね。はい、であの親にも言われたって話をちょうど聞いたことがあるんですけど、うん、結局そのサッカーを今やってるからって言って、うん、例えば将来 J リーグで活躍できるかって言ったら、うん、まずまあ無理ですよね、うん、もうハードルが高いわけですから。そうですね。でも例えばサッカーに関わる仕事っていうのは山ほどあるわけじゃないですか、はい、だからそういうことで今サッカーやってることが将来にひょっとするとなんかこう仕事に結びついていくかもしれないし、うん、そうですよ、一つも無駄になるようなことなんてないと思う。でなおかつ逆にその新しい仕事を作っていくこともできるかもしれないですよね。そうですね、本当ですね。そういう種まきをこっちがするのがその仕事だなって思ってるんですよ。だから今やってることでもうそれが先が決まっちゃうんじゃなくて、どうこう発展していくかわからないんで、はい、だから苦手な評価もやろうねって話をするわけなんですけども、そうですね、親の方ももしかしたら美術に対してね、子供の将来考えたり、そういう話になった時はあの美術になってこう金食い虫だというふうに、そういう感覚ってあるかもしれないですね。あると思います。ぶっちゃけ、ぶっちゃけ、ぶっちゃけあるような気がする、はい、でそれは実はそうじゃないんだよってことを、こっちがたくさん材料を揃えて提示するためにまず自分自身がまず楽しむことだと思うんですけどね、はい、それがそのどういう方向にでも広がっていくかもしれない、まあ、さっきのそのエゾシカの話とかと、まあ、紙芝居の話にもつながってくるのかなとは思うんですけれども、はい、結局その時代性ですよね。その時代その時代にいろんなこうものにどうこうスポット当てるかっていうのは、ある意味その絵を描いたり物を作ったりするっていうのもいかにその人が見てない方向から物を見てやろうかとか、なんかどこに面白いものが落ちてないかなとかって探していくっていう、そういう見方っていうのは、なんか美術にすごく通じるものがあると思うんですよね。そうですね、これですよね、この金食い虫っていうイメージってちょっとバブルな感じかもしれませんね。本当そう思いますね。例えばゴッホのひまわりがどうだとか、有名な人の絵を買っちゃおうとか、はい、それからまあ素材もですよね、すごい高級な素材をたくさんふんだんに使ってっていうイメージが多分あるかなと、はい、あると思います、ありますよね、うん、でも例えば、あのアール・ヌーボーでガラスがすごく有名なわけじゃないですか、でガラスはまあありふれた素材なわけですよね、はい、鉄なんかもそう、まあ、当時の最先端というは言われてますけども、まあありふれた素材なわけなんですよね、でもその素材はありふれてるんだけども、そこにこうちょっと恥ずかしいですが愛を込めて、はい、そうすると、あのまず作ってる側が楽しいですよね、だからそういう優れた作品って見てると多分作ってる人がまず楽しんでるんだろうなってすごく伝わってくるし、まあ、そういうものは使ってるとこっちもこう楽しめるっていうんですかね、幸せになれるっていうのかな、そういうのがやっぱり美術の力じゃないですか。そうですね、本当そういうのが美術の力だと思います、落ちてるの拾ってね、もしかしたらその転がったままだったら厄介者で困っちゃうわけでしょ、
それを拾ってこういう美しいものに変えていくとか、安い、まあ、安価な素材で面白いものを作って暮らしが豊かになったり、ワクワクしたりっていう、そこが美術ですよね。そうなんですね。だからこその錬金術なんですよね。金食い虫じゃないよ、錬金術だよっていうところをぜひ学生にも教えたい、そういうことをおっしゃる素敵な先生ですけれども、いいですね。なんか学生に中学校ぐらいの、ああいう年頃の時にそういうような感覚でね、ものが見られるって、素敵だなと思います。だって思えば私たちの周りのものでデザインされてないものなんてないですもんね。ないんですよ、全部誰かしらが何かしらの思いでデザインをしたもので、その中で確かにさっきの愛を込めてっておっしゃいました。愛を感じるものと感じないものって確かにありますね。あります。いや本当だから、まあ、極端な話、こういうボールペン一つ取ったって、これ先生愛用のボールペンでございます。もうこれがなければもう困っちゃうものなんですけども、このボールペン自体もですね、使ってて感じるのが、こう日々改善してるんだなっていうのを、ちょっと話が横にそれちゃうかもしれませんけど、このボールペンがなんでこう大切かっていうと、まあこう絵を描くのにこう先生がこうね、これ電車の中でシャシャッと描くらしいんです。上手なもんですね。いやいやいや、もう好きだからこそボールペン画を落書きみたいなもんなんですけども、趣味にされて、で、これを描くのにまあこれを使ってるんですけども、そのなんでボールペンで描くようになったかっていうと、このパイロットのハイテック C なんですが、これを初めて使った時に、そのあまりにも掛け味が滑らかだったんで、なんかもう気づいた絵描いてたんですよね。ああ、掛ける気持ちいいって言ってるうちにこう絵を描いていた。そうなんです。で、それ以来その線を主体に描くような絵を描くように、このペンによってそういう描き方が今に至るって感じなんですよね。このペンを作った人に聞かせたいような話ですね。いや本当お会いしたいです。で、面白いのが、初めてその出会った時っていうのが、すごく質が高いですから、すぐ軸がダメになっちゃったんですよ。なるほど、で最後まで使い切ることはなかったんですが、ある時最後まで使えるようになったんですよ。きっとだから改善したんだろうなって。そういうね、細かなデザイナーの努力って絶対あるんですよね。あると思うんですよね。日進月歩、いろいろ工夫されてるんでしょうね。だから間違いなくこれには愛が込められてると思う、伝わってきます、それは。本当そうです。で機能的に使ってるものだって機能的な美しさがあるし、すごいこうデコラティブなものもそれなりにっていうのがありますけれども、全部そうやって誰かしらの思いと愛の中で我々の暮らしが成り立ってるんですよね。そうなんですよね。うん、でもそれをあんまり意識することって多くない気がするんですよね。で、もっともっとそれをなんていうんですか、掘り下げていきたいし、もっともっとその作り出すもの全部が本当誰かのこう思いがこもってたらきっと楽しく生きられるんじゃないかなって。そうですね。そういう経験を中学高校ぐらいの多感な時期にしてから、もうどんな業界に行くんだって、その経験があるとないでは全然違うでしょうね。本当そう思いますね。いや本当だから、その作らされてるね、ご苦労さんっていう商品もやっぱりあるわけじゃないですか。だからこれ作ってる人はきっと幸せじゃないんだろうなっていうような、そういうのを使ってるとこっちもやっぱり幸せになれないよねっていうような、そういう意味でのなんかなんていうんでしょうかね、生きやすさにもきっとつながっていけるんじゃないかなって思ってます。そうなんですって。こういうふうに、美術の先生に教えてもらってる中学生諸君は本当羨ましいなというふうに思いましたね。これからもちょっと生ハゲチックな紙芝居いっぱい書いて楽しませてください。こちらこそ。はい、エゾシカつながりはまた、先生からご紹介いただいて素敵なゲストをお迎えしたいと思います。今週はそんなわけで紙芝居週間の3日目ということで、今日お迎えしましたゲストは中学校教諭宮崎徹さんでした。ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございます。さよなら。さよなら。